養鶏場におきまして、今シーズン国内初となる高病原性鳥インフルエンザの疑いのこの事例が発生をいたしました。昨日午後5時ごろ、厚真町の養鶏場で鶏がおよそ120羽死んでいると通報がありました。その後の検査で今日、今シーズン国内初となる高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されました。これを受け道は職員を派遣し、午前10時ごろからこの養鶏場の鶏およそ1万9000羽の殺処分を始めました。殺処分は2日間の予定で、清掃や消毒を含め21日までに作業を終える計画です。鈴木知事は、今回の感染は食用肉で、現在流通している鶏肉は安全だと訴えています。